上空曇り空の中ゲームがスタートです。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロという感じだ。さあ、そして打席には梶谷が入ります。さあ、ピンチは続き満塁という場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。これは変化球、ストライクを取ってこれで追い込んだ。いい当たり、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。セカンドランナーも今ホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。3対0。タイガースさらに三塁二塁のピンチが。残念ながらタイガース敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物のございませんよう、お席付近をもう一度お確かめの上